寂しい磯じまえ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、1週間始まって2日目ということですけど、いかがお過ごしでしょうか。どどん。いやー、昨日まで、おとつい前結構雨が降ってて、だいぶ回復してきたんですかね。今日のこちらの方面は、曇りですね。はい。まあ、今日もなんかちょっと雨降ってもおかしくないような感じの空模様な感じではあるけど、降るのかな？どうなのかな？予報では今日降るような感じではなかったんですけどですね。はい。まあ、ここ何日か雨降ってましたんでですね。はい。お庭の、植物たちもやっぱもう緊急に動きがすごいですね。吉野さんからお迎え、バンクシャの吉野さんからお迎えしたのエブレネウムももうパンパンになってきたし、アミさんの農大、グリさんの、まあ、レッドキャットもそうですけど、何でしたっけ、ジャガーハイブリッドだから。とか、はい、とあと、何ですかね、あと、どれだったかな、あ、そっか、あっちゃんの、モンストホリダとかね、はい、で、あと、和歌山の兄貴からお迎えしたの、ボンバックスも葉っぱが出た、芽吹いてきましたね、はい、で、リキアが、まあ、種類によるんですけど、一つちょっとハマってますね、あれは上手じゃないですかね、すごいです、地植えにして、ちっちゃいとかこう、植え込んでたのがもうちょっとでかくなってきてますね。結構草取り大変な状態になってきてますね。で、あとは麦さんの麦リナーナ。アメリカだね。あれもすごいですね、動きが。で、いつの間にかブランチの柱サムテンのちょっと小株もでかくなってましたね。はぁ。あれ、先端をちゃんと切ってあげると、予想に出てくるのかな。それがちょっとよくわからないですけどね。あのままほっといたらあそこから根元からニャーンってこうやって伸びる感じになるんかな。まあそれそれで面白いのかなとか今思ったりしてるので、今年の夏まで結構ほったって行ってみるかなとかね、まあちょっといろいろ考えたりしてるんですけど、切ると他からああコブクっていう習性なんですかね。どうなんでしょうか。はい。で、あとは、なんかあるかな。他の植物も、もう、アガベ系は、もう、ほんと、安定した感じで、もう、何年になりますかね。もう、2年以上なるんかな。前泳ぎですね。くすげの前泳ぎも、10円にして、あれは、ハマってますね。結構、大きくなってますもんね。でも巨大化するって言ったらアメリカの流絶蘭が思ったほど大きくなった、大きいんですけど、やっぱアメリカのが凄まじすぎて、そんな感じじゃないんですけどね。流絶蘭が一番すごいやろうなと思ったんですけど、それを上回ってますね、ムギリダーナは。まあ、そんな感じでございます。はい、じゃあこの続きはまた後で。バキバキさんのぼやき続きですということで、この YouTube の登録者数もありがとうございます。157まで減りました。ありがとうございます。天井160までいったんですけど、はい、3人の方が目を覚まして、抜けられましてですね、はい、じゃ
そりゃそうですよね、毎日こんなんしか上げてませんからですね、こんなん聞いても どうなんて、何も役立たへんやんって言ってね、まあ毎回言うとりますけども、はい、まああくまでもこれはあのボイトレみたいなもんではありますのでですね、はい、まあそれでさせてもらっておりますよ。はい、こういきなりこうライブでバンとなったとしても喋れないっていうのはあると思うんでですね、まあそのためにやってるわけでもないんですけど、はい、とりあえず喋るのが好きなんよっていうおっさんでございます。はい、さて、バンク社の吉野さんも、バンク社の吉野さんしかないのかなっていう感じなんですけど、昨日までですかね、あの東京の方で、いろいろ、お休みを満喫されていたみたいですね。また新しい、動きというか、ね、また刺激というか、怪獣とコーヒーさん、怪獣とさんに、ね、改名されておりましたですけど、怪獣とさんと、会われたみたいですね。やっぱね、こうインスタで結構長く絡んでる人って言っても、もう本当まだ面識ない方はかなり多い。はい。だから多分面と向かって見るとね、滝さんみたいな感じで多分なると思いますよ。はい。まあなんか意外とですね、とかでなんか言われそうですね。なんやねんそれって感じになるんですけど。多分言われると思う。はい、私もあの和歌山の兄貴に会ったらチェスって言いそうですもんね。ウクチェスってなんか言いそうな感じがしますけどね。はい、まあそんな感じで、どうでしょうか。はい、さて明日水曜日ということで、私多分お休みいただけると思いますが、まあゆっくりさせてもらおうかなと思うんですけどね。今週はストーリーちょっと寂しかったんではないかと思うんですけどちょうどいいわって言われそうですけどね。はい、ちょっともうね、あのバタバタしすぎてますので、まあそんな感じで、ちょっとストーリーの方も華やかにはならないんですけど、はい、なんかあれですね、投稿の方でちょっとこういろいろリール動画もなんかちょっと変わってきましたね。写真と組み合わせてなんかやるとかね、なんか編集のなんか機能がついたりとか、なんかいろいろ変化あってるみたいですね。ライブの方も多分なんか機能が変わってるのかな。なんか写真がね、できなかったりとかしてたんですけど、それもなんかできるようにまた復活したりとか、どうなんでしょうね。はい。まあいろいろ、機能も、もう時代も、巡り変わってきておりますが、はい、皆さん、ついていきましょうね、ということで。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。てっけにー。